皆さんこんこにちは作家の本田健です今日は執筆を開始してから20周年ということで皆さんに感謝とともにどのような経緯で作家になったのかということをお伝えしたいと思います。20年前のこの10月にですねこの「幸せな小金持ち」の8つのステップというものを書きました。これをですね書きましたじゃない出版しました。まあ、出版といっても自費出版なんですけど これをですねちょうど20年前の10月にスタートしましたまあプレゼント小冊子ということで作ったんですけどもこの数ヶ月前にビジョンを得まして何か幸せとお金に関しての文章を書きたいというそういうですねむくむくと気持ちが上がってきたんですねであのその時にはもう A4 の4ページとか5ページでお金と幸せについて書き始めたんですが それはですね友達に配っていたところもっと読みたいというふうな声がありましてそしてですねまあ,きあのセミリそれでえいっぱい文章を書き始めて20ページぐらいかなになった時におうキス止めしてですね友達に配りましたその時はまだ E メールが発達してなかったのでファックスとか電話でまた欲しいっていうのが結構いっぱい来て気分が良くなった僕はですね毎日オフィスで <laughs> ホチキス止めしててては封筒に入れて送ってたんですねでその時に、えー、もう手が何かこう,こう何回も何回もポチキス止めするもんですからなんかちょっと手がしびれたって話を友達にしてたら印刷があるよっていうのを聞きましたでその人が言うには、えー、なんか100部とか200部とかなんか記念の文書みたいな形で印刷中どうやってくれるんだよって聞いたもんですから当時タウンページって今でもあるのかなそれを調べまして。 印刷所っていうのを電話番号で調べましたそしてその印刷所の近所から近所の印刷所から来た営業マンが来てでこういう20ページぐらいのやつをですね見せたんですねそうしたら「これ簡単にできますよ」ってそのなんかこうオフセット印刷っていうかこうまずそのあれを整えてでやれば簡単ですって2週間ぐらいでできますって言われたんで ああじゃあお願いします200部ぐらいお願いします」って言ったら「いやいやそんな少ないのやってません」って言われましてでどんだけあのだったらいいんですかって言ったら「1000です」って「1000もいるかな?」と思ったけどまあまあ、えー、何年もかけてプレゼントしたらいいやと思って「じゃあそれでお願いします」と、えー、いうふうに言ったらその営業マンの人が「あこれあの実はですねこのコストの大半がその組版半をするためで部数を増やしても紙台、まあ、だけですからあんまりコストは変わらないんですよね」って。 その代わり1冊当たりめちゃくちゃ安くなりますよって見たら3分の1ぐらいの値段になるんですね。関西人ですからこれは安い得したと思ってじゃあそれでお願いしますって言って契約書にサインしたんですけどその時はどれれだけのの分量になるかかってていいううを聞き忘れたというかあえてそんなな話にならなかったんですねでそれから23週間経ってからトラックが止まってえそしてえなんか引っ越しかなと思ったらえそれがですねなんと。 えー、僕の小冊子が詰まったトラックだったんですね。でこれは無理だっていうことで,でそのちょっと1,000円渡してちょっとお茶でもしてくださいってあの30分ぐらい時間くださいって言って、えー、慌ててですね部屋から荷物を出してそして、えー、その、えー、小冊子をですね入れ込んだということなんです。でまあそういうふうな感じでですね、えー、スタートしたわけですけどもその小冊子のですね3,000部から たたくさん広がっていわけですねそのプレゼント小冊子を欲しいっていう人たちがたくさんいてこれからですね気が良くなりましてまたもっともっと印刷するということになりまして3,000部3,000部で今度はですねそういう倉庫も借りたりとかしてだいぶ手間が省けたんですけどもそれでもですねプレゼントをしてほしいっていう方たちには 世界中どこここでもこのををプレゼントするってことう始しましたそれをですねやり始めて数万部ですねしたところで出版社の人から連絡がありましてそこで「出版しませんか?」というお声をいただきましたコマブックスの遠藤さんという方からご連絡いただいたんですけども。 とてもですね1冊にまとまとるかなもうこれもう十分これねこの文で書き切っちゃったなと思ったらまあでも時間をかけたら1冊ぐらい書けるんじゃないですかみたいな話になっていやどうかなと思ってパソコンの前に座ってたんですけども書き出したらどんどん書けるってことに気がついてなんと1冊本が書けてしまいました。で面白いことに1冊の本を書き終える頃にはもう2冊目3冊目4冊目のですねタイトルと内容が浮かんでその後にですねお金の IQEQ、e ライフワークで豊かに生きる、えそしてその後ユダヤ人大夫子の教えとつながっていくわけです。え実はユダヤ人大夫子の教えっていうのは一番最初に書いた本なんですが、このですね本のシリーズがある程度書店に流れてからどんと流そうということでユダヤ人大夫子の教えっていうのは後々ですね出版するということで最初にこの小冊子からスタートしたわけです。まあそれがちょうど二十二十年前の今月なわけですが。 まそこからですね、もうその世界中に広がる著作はもう200冊以上になっていて、累計部数が800万部になったんですけども、まさかですね、こんなにうまくいくとはというか、あのたくさんの方たちに支えられて今があるという感じがしています。まそういう意味では、ま読者の皆さんはもちろんですが、出版社の方々、そして編集者の方、ま営業の方々、印刷所の方々、たくさんの人たちに支えられて。 今があると思っておりまますす本当に心から感謝申し上げます、まあ、そしてですねええその「ユダヤ人大保護の教えが何十万本もブレイクしてえきっとよくなるえ、まあ、そしてえ翻訳本の方では「一瞬で自分を変える方大好きなことでお金持ちになる」といった本えそれがですね「大好きなこと」シリーズというのでまたそれも何十万本も売れ「え一瞬で自分を変える方も これも目覚ましテレビとかで扱われれたんでですよねそれでもうう一大ブレイクとということになりましたまあそのタッチューで面白い話もいっぱいあるんですが例えば「一瞬で自分を変える法」っていうのはアンソニー・ロビンズさんっていう世界的な3,000万部ぐらいかな出しているカリスマリーダーなんですけども彼はエグゼクティブコーチとしてダイアナ妃とかあるいはクリントン大統領のコーチをしたっていうの有名なんですけども。 その目覚ましテレビかなんかでその紹介された時にすごく時間が短かったのでえこの方はダイアナ人それからクリントン大統領もコーチしてるんですっていう時にたまたま本田健っていうのそのあの僕は翻訳者ですからその部分が見えたんですよね。で電話がですねあのうちの母からかかってきて「あんたいつの間にダイアナさんとかクリントンのコーチをやるようになったんや」って言われてえ多分そういうふうに勘違いした読者とかあのこう視聴者の人が多かったと思うんですけどあたかも。 そのダイアナさんとクリントンのコーチを本だけがしたみたいに見えたんですよね。まあこれは別にクレーム言うことでもないからまあそのままにしとこうかなと思ったんですけど、まあ、とにかく母が喜んでくれてでも母さん僕はそんなダイアナさんが死んだ時もうだいぶ前でしょうって言ったら「あそうやな」とかって言ってたんですけども、えー、多分多くの方は誤解美しい誤解してくれたんじゃないかと思います。まあ、そんなこんなでですね、えー、本が売れたということがありました。 あのラッキーという意味では20代にしておきたい17のことこれ10年前に出したんですけどもこの本もラッキーなことが起きたんですよね。ちょうどスタンフォード大学科の先生が20歳にしておきたかったことっていう本をですね NHK 出版かなからあのちょうど僕の本とあの,のちょっと前に出されたんですね。でありがたいことにこの本が何かで特集されましてえそしてあっという間に本屋さんから在庫がなくなったんです。 でその時に20代にしておきたい17ことこれはもう文庫なんですけども、えー、その本が出ましてそして、えー、多くの方がテレビを見た後に20歳にしておきたかったことないですかっていうのを言ったらあそれにもちょっと売り切れてるんですけど似たような本ならありますよってことで20代にしておきたい17ことが平積みになってたんで、まあ、ちょっと違うしあれなんか外人の先生が書いてた本だけどまあ似てるからこれでいいって言って、えー、たちまちその本がですね、えー、増刷したということで今はもう。 780万部いってるんでしょうかね。このシリーズで200万以上売れてる本になってます。この本がきっかけでですね、本屋さんに何十段にしておきたい何のなことっていうのが多分100冊単位で溢れたと思うんですが、まあそういうブームを作るきっかけになりました。まあそういう意味でこの20年間作家としてやってきましたけれども、いよいよ来年が来年の春にですね。作家20周年記念ということで、まあここから皆さんにいろいろ何か。 還元したいというか出版会セミナー業界の方にお返したいと思って本のプレゼントとかそういった企画を考えております。えー、皆さんこれをご覧になっている方の中にはユダヤ人大夫の教えとか二十代にしておきたいあれ三十代四十代五十代にしておきたい十七のことを読まれた方もいらっしゃると思いますがそういう皆さんにですねこれからも僕はたくさんの人に教えてもらった知恵をお伝えしたいと思います。 今、ハッピーマネーという本が英語で書いたんですけれども17カ国、17言語に訳されてまして、今40カ国ぐらいに広がっているんですが、このお金を幸せにするというのも僕のライフワークの一つです。これから英語でもいっぱい著作を作っていこうと思うんですが、これからもですね、お金と幸せにどうやって付き合ったらいいのか、自分の才能を輝かせていけたらいいのか、そういったことに関して本を書き続けていきたいと思います。皆さんの人生が生きる上で もう僕自身のオリジナルというよりはたくさんの幸せで素晴らしいメンターから聞きかじったことを僕がまとめて皆さんに分かりやすくお伝えしているという本のシリーズですのできっとお役に立てると思います。またですねこう,う YouTube なんかでも、えー、自分自身でも話しますし本だけの本を解説した動画も何十万単位で再生されているみたいですのでそのエッセンスをぜひ、えー、見ていただければ皆さんの人生にお役に立つんじゃないかなというふうに思います。 この20年支えてくれて本当にありがとうございましたそしてこれからも作家としてそして講演家として世界でですね活躍していきたいと思いますので応援の方よろしくお願いしますまたこういう一部アップしたいと思います最後に見てくださってありがとうございました作家の本田健でしたありがとうございます